男女ともに県大会を制覇し、来月の春高バレー全国大会に挑む佐賀学園高校バレー部が佐賀市役所を訪れ、全国大会の目標を宣言しました。佐賀学園高校バレー部は男子は5年連続8回目、女子は初の全国出場を決め、1980年の佐賀商業以来男女で優勝を果たしました。今日は男女各キャプテンが佐賀市長に県大会優勝を報告し、意気込みと目標を宣言しました。ベスト4に入ることを達成するために、伝統のレシーブとつなぎでをもっと磨きをかけてレベルアップしてから、自信を持って全国で戦っていきたいと思います。ベスト8っていうのを達成するためにして、インターハイで負けた八王子戦に勝てるように頑張っていきます。男子は愛媛県代表の松山工業と、女子は徳島県代表の富岡東と、それぞれ来月4日の1回戦で対戦します。